吉田さん、タラレバってありますよね。あの頃こうやっておけばよかった、この頃こうやっておけばよかった、いろいろあると思うんですけども、ちょっと私はそれをね、いつも思うことに、あの時やっていてよかったって思うことが結構あるんですよね。まあ、例えば私48歳でこのね、頑丈な体をいただけてるのも、10代の頃ね、多少まあわんぱくだったんですけども、むちゃくちゃ体使っといてよかったなと思いましたね。吉田さんも思わないですか？ヘトヘトになるまでトレーニングしたことって今でも精神的な支えにもなりますし、まあ今一歩の時の根性が出てくるんですよね。あの頃の自分に戻るんだみたいなね。そして実際その根底にあるね、内在した筋力とか瞬発力って、まあ、平均以上だと思うんですよ。吉田さんも温泉街の卓球では負けないと思うんですよ。いつやっても、急にやっても。ただ卓球を本業としてる人とやるとちょっときついですよね。私も同じ気持ちです。多分ね、その辺の人とね、あのランチ騒ぎになっても多分格闘では負けないと思うんですけども、格闘を生業にしてる人とはとてもじゃないけど試合できないですね。ということで、平均以上で作り上げたものっていうのは平均以上維持しやすいってことなのかなと思います。そしてあの頃やっておけばよかったのパート2なんですけども、まあネットビジネス、情報発信に飛び込んでおいてよかったなと思います。最初はね、何のことか分かんなかったんですけども、なんか天からお金が降ってくる世界かなと思ったんですけど、そうじゃなくって、やっぱり自分で情報を収集をして、自分で情報を加工して、自分で情報発信することによって、いろんな人のね、心の扉をノックすることができるんだなと思いましたね。これはリアルで会う時にもそのまま使えるんですよ。 YouTube でトークしまくったことってのはリアルでも行きますしね。それこそ私ね、流星ワゴンのオーディションに数年前に出たんですけども、YouTube の活動ずっとしてたから結構自信あったんですよ。まあ落ちましたけどね。でも何もなかったら応募しようとまで思わなかったと思います。このように自分の一歩二歩を進めるときに、情報発信業をあの頃やっといてよかったなっていうふうに思いますよね。もちろんお金的にもあの頃やっといてよかったなってことが多いんですけどもね。それからあの頃やっておけばよかったなってものの最近の事例ですけども、やっぱりね、仮想通貨やっといてよかったなと思いました。ビットコインがもう誰にも知られてない頃、それこそね、2万円の頃ですよ、ビットコイン私知ったの。その頃に、まあ2万円かみたいな、これがすでにその時に1300万倍になったって聞いたんですよ。1300倍だったかな。とにかくすごい倍率で上がったから、まあビットコインここで上がりきっちゃったなと思ったところもあります。逆にね、過去を知ったもんだから。でもあの頃ビットコインの価値と値段を知っていたら、まだまだ上がるぞっていうふうな気持ちになったと思うんですよ。で実際1回700万までタッチしましたけども、もう近々1000万とか突破するんじゃないですかね。で来年には1億円になるかどうかっていう話題にもなると思うんですけども、まあ1億円になるかどうかは置いといてですね、ビットコインおよび暗号通貨にあの頃参加しておいてよかったなと思います。私ね、本当にね、ゆっくりしたビジネスでも間に合うようになったのは、暗号通貨が資産をねガツッと大きく作ってくれたからだと思いますし、それがやっぱりね、バックボーンにあるんで、結構リスキーな勝負にも勇気を持って出ていけるんですよ。まあなぜならね、私が何かリスクを負って勝負をして、それがパーになっても、バックには暗号通貨っていう資産がまだまだあるわけですよね。プラスビジネスっていうことも私ありますんで、ビジネスして稼ぐこともできますんで、まあなんていうのかな、360度全部やっといてよかったな、やっておいてよかったなってことばかりですね。 FX も同じです。 FX をしっかりと学んだことによって、もう無敵ですよ、投資とかは。もちろん、あの大億万長者にはなれませんよ。そこを目指してもないですし。ただ、投資をかじった程度の人と勝負やって負けないですね。でしかも、投資の世界って、投資をちょっとかじった程度の人がわんさといるんで、悪い言い方したら、カモだらけなんですよ。ビジネスの世界以上に。ビジネスの世界では、ちょっと詐欺チックなことをしたりね、あのなんかライティングで、あの心の隙間を作って、そこでね、あの売り上げを作るとか、あと3日しかありませんとか言ってね、限定性を煽ったりとか、いろいろテクニックあると思いますけども、投資の世界ではそんなもんいりません。ただ、自分の力を発揮するだけで、自分の力を過信した人が次々と勝手に破れていきますんでね、ものすごくやりやすいですね、今となっては、ということで、あの時やっておけばよかったってことに支えられて、今の48歳の私ができているかなと思いますんで、まあ50代になった時にね、50歳とか60歳になった時に、あ、48歳の時にあれをやっといてよかったなっていうふうに振り返れるような人生を今日も送ろうと思います。いや、吉田さんもね、いろいろ本当やっといてよかったってことばかりですね。東京の方と綺麗だったらいいじゃないですか、本当に。まあ東京がね、何もかも悪いみたいに思いますけども、憧れるほど東京って素晴らしいところではないなっていうのは、これだけははっきり言います。
なんせね、ホームレス失業率一番高いのはダントツで東京です。そして次のダントツは大阪です。次のダントツが愛知なんですよ。この3つの大都市圏ではチャンスもある代わりに、チャンスをつかめない人はもうね、地方よりも格段に上なんですよ。データが示してますけどね。地方の方ははっきり言ってそこまで格差はないですね。ものすごくゆるく生きてます、うん、だから私にはすごくこの地方都市が合ってるかなと思います。ステイホームとかなんかね、ネオンを消すとか言われてますけども、私の街はここ1年2年、何かが大きく変わったっていうことはないです。ただテレビを見てる人にしてみれば、東京の情報が届きますので、日本中がそうなんかなっていうふうな錯覚がするんじゃないかなと思いますよね。おかげさまで元気に楽しく暮らさせてもらってます。いってらっしゃい。